えーとトグさん320円スーパーチャーでございます。リバプール、サラー、ジョダケガで、ディアス、エリオットが吹いて、T.A. アリソンの控えもぼっッチなのに、控えバッチしなのに強ということで。ういやもう今のリバプール、まじ意味わかんないと思ってるよもこれ。ね、なんでこれで強いのかがわからない、俺はもう本当に。マジで、うん、本当に誰とでも変わんでんじゃねっていう。もう今の、ね、リバプールはもうある種フットボールの境地よ、これ。やばいよね。うん なんでこれで勝ち点を積み上げられてるのが、それが本当に理解ができないもん。不思議普通だったら、もうチンチンになってるよ、こんなの。こんなん普通のクラブだったら。サッカーできませんよ、なんなら、去年のリバプールでさらチンチンになってる。ほら、クロップブースですね。間違いなさそうですね。うん。で、来期もコートは限らないもんな、これな。いや、これは長分させようと思ったらね。無理やと思う。そんな甘い話はないですよね。 マジでナイフ突き立ててやんなきゃいけないぐらい、これ長続きするんだったなっていう。あ、それでリアプールは、え次が6マッチは全部アンフィールドでしたね。あ、3マッチ。ああ<ー>。アンフィ、アンフィ、アンフィですね。まあもう。あまあブライトンとしてフィールドにはもう動画でも勝つので。<laughs> えー、ユナイテッドか。ユナイテッドか。ユナイテッドいや、しんどいね。いいですね。止めれる気がしないな、あんまり。<laughs> 自信はない。<laughs> 自信はない。<laughs> いや、でもほら、ルート相手に6点取ってたじゃないですか。 まあなぁ。マジよくて引き分けなんだよな。本当に。えツッキーマーサー321。うん。リアプルバスシーの前の試合、シティは木曜日にシールホーム、リアプルは金曜日チェコらしい。いや、関係ねえからな。いや、金曜チェコきついんじゃないいや、関係ねえよ。ま、アオフィルオ舐めてんのいや、遠い遠い。ップじゃないけど、イワシらは舐めてんの、マジで。チェコからきついじゃん。このスタメンで勝ち続けてんね、このチーム。ほんま関係ないよ、マジで。もうそんなの。 勝ち続けたらシティがいいんでしょ次は、ほんあ、でも、あれ、朝には負けてる。あだ。ほらな、ほらな。朝で負けたんでしょならシティも負けてる。あれはあるでしょいや、アンフィールド、マジでダメな方がいいよ、当に。とに。今シーズンまだ2分けですからね。アンフィールドうん。全勝。全勝じゃん。全勝ではないわ。うん。まあまあ。